はい、ゴルパーの遠征でございます。というわけでレッドライスさんとですね、はい、練習ラウンドしてるんですけども、うん、今、6ホール終わりましてワンオーバーです。うーしまったな。やっちまってますね。7、8、9でなんとか、うん、アンダーまで持っていきたいですね。だから2アンダー持っていけなかったらどうすんの。解散します。解散。早かったな。いや、うん、これは一発やったら別れるみたいなやつじゃん。反省します。反省して、反省しようね、どういう風にしていくかっていうのをちょっと考えましょう。はい、はい、でもここでもアンダーすればいいんですから。まあね、はい、できるでしょう。できます、できます、はい、まあね、まあでも今のうちこう悪いとこはね、うん、そうそうそう、改善するね、出しといた方が、はい、そうです、改善できるんで、ということで7、8、9、うん、ご覧いただければと思います、はい、絶対バレております。お願いします。聞きたいよ。はい、わかりました。いきます、うん、お願いします。お願いします。五鉄、五鉄、山本五鉄いきましょう。はい、171ヤードのパー3です。レッドさんから7番でいきます。真ん中、手前、あ、手前だ、手前なんだ。届くかな。手前なんだ。162、ちょっとやりますよ。大丈夫ですか。 あった、はい、いけるのか。低く打ちゃいけるか。まあ、でもパー3はね、結構むずいんで、パーで抜けます。あーやばいやばいやばい、もう風行って、風行って、風行って、もっと風、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 おー、どこギリギリの、はい、ギリギリセーフ。頼んだ。でも大丈夫、あそこからパーも取れますから。1メートル、あれ大丈夫。すごいな、ね、5番アイアンです。真ん中行っちゃった、うん、いいんじゃない。すいません、戻りましたけど真ん中でした、ごめんなさい。まあまあまあ、パー3はむずいです、本当にパー3はむずいの。本当に。俺は意外とパー3の方がほんまハードやと思ってますから。パー3はね、はい、パーだよ。そうなんですよ、乗らないとやっぱりしんどい。そうなんだよ。意外とスコア崩すのが俺パー3の方が多い気がしてるんですよ、ね、うんうんうん、乗らへんかったら結構ピンチじゃないですか。あるからね、いろいろあるから、ね、そうなんですよ、はい、これはだからあわよくば入れていきましょう。そうだね、はい、あれこっちから下りなんだ。そうですよね、下りスライスラインだと思う。あ、下りスライス好きです。多分ね、お任せ、はい、頼んだ、はい。だからレッドさんはもう、うん、あわよくば入れのところに、うん、持ってっていただければ OK、はい、俺はちゃんとそのライン見してもらって、ワングリップのとこまでこう、はいはいはい、寄せる感じで寄せていきます、はい、私は入ればいいやという感じで、はい、で2人ともがあのドローボーラーと、うん、フェードボーラーで、うん、そこも違うんですよね。ね、はい、だから意外と相性ええと思うんですけどね、うん、だからドロー向きのホール、そう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 、フェード向きのホールってあるからね、ありますよね、はい、そこでお互いが発揮できれば、そう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 、特にティーショットなんで、はい、そういうのがね、そうなんです。しかもあの飛ばはるんで、うん、パー5で結構イーグルまで持っていけるんちゃうかというチャンス、短いところがあればね、ね、全然いいと思うんですよ、ね、いやほんま、あ、よかった、いいじゃないですか、はいはい、よく乗った。あ、でもそんなや、よしよし、うん、全然バーディーちゃん、はい、はい、ね、危なかった、危なかったよ。いや、そんな曲
がそんなの。後半グーンって下ってる気がする。結構切れるんすか。ご近所この辺に打ってきたいなって思ってるけど。どこら辺ですか。この辺。ロールも全然この辺のイメージ。まあなるほど。この辺りか、ちょっと打ちます。こっち。最初合わせたとこぐらいでいいよ。え、俺は見すぎ。そこは見すぎだと思います。あ、そうだよ。この辺。はい、この辺。この辺、はい、全部右に落ちちゃう気がして。この辺ですって。はい。でもうタッチ合わせで。確かにここら辺からグッて下がってますね。そうなの。ああ跳ねた分。もうちょい行け、もうちょい、もうちょい、ああナイスタッチ。うん、はい、ね、ありがとうございます。パーは、はい、パー取れる、取れるんで。ショートはダメ。ショートはダメよ。はい。切れちゃうな。大丈夫なの。いや、すいません。うわー、まあ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 、もうちょっと左狙わなかった、すいません。ちょっとやっぱりナイスライです。弱かった。よいしょ。弱かったというか、もっと読まなかったな。もうちょっとだった、ね、はい、強く打つんで、ちょっと浅めに読んじゃいました。あざっす。す。まあ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 、まあね、まあ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 、はい、まあまあ、はい、そう、まあまあまあ、ね、まあまあまあショートホールはね、はい、そうです、ショートホールはほんまにむずいっすか、ええ、次次次ここで取りましょう。そうね、はい、1個取りましょう。1個取らない、やっぱ。え、で今のは僕のを使いましたよね、うん、そうだね。っていうことは4つずつ、その前も僕の使ったか。3個3個だから、あと俺を1個使わなきゃいけないね。ですね。だからここで、ここで使いたいな。はい、使いたいです。最後残るのやだな。そうなんですよ。なのでここで使いましょう。使いたいわ。はい、大丈夫っす。あんまりプレッシャー感じないです。大丈夫、全然。なんかさっきどっかで話してた話が、そうそう、有言実行されなきゃいいけど。そうですね、うん、だから最終ホールでオール絶対使わなあかんってなったら、やっぱ緊張しちゃうから、うん、伏線回収はしたくないね。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫かね。はい、ここで行きましょう。8番ホール407ヤードパー4。はい、ナイスー。ありがとうございます。オッケーっす。これがね、安全ですよ、はい、いいとこ。あー、いいとこ、はい、最高です。ありがとうございます。助かります。もうあれ使いましょう。よし、なんとか、なんとか消費。相当守りに入ったけど。あれでいいんです。いいと思います。おー、耐える。持ち玉だね。ありがとうございます。あー、ラン出た。はい、いいとこ行ってるね。ありがとうございます。よしよし、低い球やったから。よっしゃ。え、結構シダ動画撮ってましたよね。シダ、うん、一回してみようと思って、はい、けど、はい、あの時まだスイングが結構バタついてる時期で。なるほど。どれ打ってもなんか良かったり悪かったりあんま変わらないっていう。なるほど、うん、そっか、どれ良かったっすか。俺は、はい、まあ、AI スモークの、はいはいはい、トリプルダイヤのやつ。あー、やっぱね、やっぱそうっすよね。あ、結構良かったね。テーラーメイドも良かったけどね。あー、そうっすか。うん、QI10 だと真ん中のやつ。あ、へえ、LS じゃなくて、うん、へえ、
僕も最近行ってきたんですよね、キャロウェイのパラダイム、はい、やっぱトリプルダイヤいい、はい、エアスモークトリプルダイヤかな。ヘッドのあのデザインここにこう入ってこうなってる感じが構えた時に全然俺しか映ってなかった大丈夫今ちょっとやって構えた時にかっこいいし、はい、なんか安心感があるですよね。でそれをトリプルダイヤのあのヘッドの形が結構しっくり、はいはいはい、俺好きな感じで、あとダカンはキャロウェイ結構昔から好きだから、はいはいはい、確か使ってありましたもんね、うん、結構結構使ってた、はあ、しかも前のパラダイムのトリプルダイヤより柔らかなった感じしましたね、うん、あそう、はい、もっついつく感じというか、結構もちっていう、いやまあ使ってるからあそっかそっか、はい、パラダイムを、うん、トリプルダイヤ、パラダイムのトリプルダイヤ使ってるんで、あそっか、そうです、もう直接違うのが、違うみたいな、はい、いい意味で、はい、そっちの方が粘ってくるというか、はい、だからドローも打ちやすいと思います多分。あ、そうなんだ、はい、僕はフェーダーなんで、うん、フェードも打ちやすかったですけど、俺結構こう柔らかくて吸い付いてくれる方が好き、ですよね、はい、だから多分弾き系はちょっと、うん、好きじゃない、全然いいと思うな。あとで、うん、初めてのディアマナの、うん、WB っていうやつを、が新しく出てるんですけど、それが合うっつって言われて、そっちに、そうなんだ、はい、いや意外でした、ディアマナなんだと思いながら、白マナってなんか昔あったやつらしいんですけど、それの後継らしいです。こっちで行きますよ、し残ってんな距離が、これで1個ずつ、よし、よし、全部4ホール4ホール使いました、4個ずつです。でこんなだけでどうしよう。200ヤード。193のでも上げる。あ、そうか。193の上げか。全然見えへんか。5番アイアン、はい、はい、どうも、はい、距離は行ってましたかね、多分よくじゃあ見たって言ってるな、ちっちゃいかな、4番ユーティリティ、うわ結構上げてるか、結構上げてますね、うん、5番打ってます、ね、結構上げてるか、いやー気になったわ、戻ってこい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 、え、はい、ああ横、あ乗ってるかも、はい、乗ったかもね、はい、言ってた、はい、ナイスです、これでちょっと跳ねてるのは見えますね、右に行きましたよね、頼むよ頼む、うわー気になった、いや風が止んだんすよだからすげー気になっちゃった、うわいやー、これはむずい、いやー、はい、痺れるな、痺れる、ほんま痺れるのはもうね、イーグルポイントのせいですなんだね、イーグル場、難しい、面白い、いやー、ゴルフ場だ、やっぱり難しい、
どうだ。でもなんか右にビャーって来てたんで、うん、じゃあ寄ってってか、ね、手前関門やな。ああ、ちょっと気になっちゃった。頼む、乗っててくれ。バーディーパット打たせてくれ。打ちたいね。はい、でも明らかにでかいんですよ。え、バンカー見えてる？あ、全然あるね。ほんまや。何が見えてたの君たち。全然寄ってってるとこキャディーさんと歌いて全然見えてなかったすだり、うん、目めっちゃ悪いっす。マジで何が見えてた。じゃあこっちの方がええやろな絶対。多分ね、バンカーよりはあの斜面だからね。絶対あっち。おい、全然何が見えたの。鳥かな。ピャーってピャーって来たね。この辺ピャーって来たやつね、見えましたね。二人ともちゃうもん見てました。あ、大丈夫。頼むぜ。26、はい、行っちゃうかな。行っちゃう。びっくりした。止まれ止まれ。うー、ちなみに 5% ですか。 5% です。はい、うわ、前出ちゃった。今ちょっとずぶったわ、ごめん。いえいえいえ、どうしよっかな。23にしようかな。なんか登っていきそうっすもんね。そうね。はい、うまいんじゃない。止まれ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 。うわ、行く行くな。まあ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 、しっかり転がりますね。行ったね。すごいですね。はー、59でよかったか。59でよかったか。でも今キックこの辺ですよね。あ、キックっていうか、うん、ファーストバウンド、いいとこ落としたけどね。はい、やっぱ結構なんか前に行くね。前行きましたね。入れる。ちょっと打つ順番変えようか。 OK です。スライスの何ぐらい見ます。もう見なくていい。カップ1個。はい、そんなに。私はこの辺見てもいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ナイスナイス。パッ、よし、しなさん、危ねえ。いやもう自分の責任やったで、ありがとうございます。ナイス。いやー危ねえ。いやゴルパイナイスは忘れてるからね。あ、パーですよね、でもね、今の。あ、そっか、そう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 、バーディーじゃねえんだ。そうなんですよ。あ、そっか、はい、だからヒリヒリ、今俺もバーディーぐらいの気持ちでいたわ。そうでしょ、ヒリヒリしてたんですよ。そうね、そうなんです。そうだ、乗らなかった。そうなんですよ。あ、
すごいじゃん。すごいじゃん。よう入れた。はい。バーディーよりすごいわ。そっか。はい。ナイスパー。ナイスパー。ありがとうございます。いやでもなんとか次バーディー取りましょう。絶対。取ろう。バーディーパッと打ちましょう。よし。そうだね。よっしゃ。ティーショットも両方使えるしね。はい。どっちでもいい。これはもう好条件。ああ、余裕だ。順番変えたのよかったね。いや、そうっすね、うん、ありがとうございます。後ろにレッドラスさんがいると思って、あもう、ね、強気に行きました。はい、ラストホール、9ホール395のパー4です。395ヤードパー4。さあ、どっち使ってもいいです。いきましょう。はい、ちょっと左目の方がいいですか、岩根さん。そうです、グリーンの左のバンカー狙ってください。グリーンの左、はいはいはい、あそこが何の場所。行くぞ、はい、行くぞ。チャンス、いやー池行かないで。オッケー。まあ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 、このためにね、うん、あの2人残したから。そうですから。はい、よしよし、ビキムナいいとこ飛んだ。めっちゃ飛んでたけど。帰ってくる、帰ってくる、大丈夫でしょう。うわー、ドキドキした。あー、ドキドキした。いや、すいません、ちょっと当たり損ねたけど、緊張した。ちょっと今のはするね。はい、ちょっと緊張しました今。すいません。いやー、ね、右も左も嫌だからね。そうなんですよ。あー、緊張した。いや、まあ笑けますね、やっぱこれを乗り越えてもらわないといけないから、はい、あえてちょっと緊張感の出るシチュエーションにしてみました。分かりました。 OK です。これセカンド乗せましょう、2人で、ね、はい、全力で。でも結構残ったやろな、多分ちょっと当たり損ねたんで。長雨だね。はい、よし、これはもう2人で頑張ろう。はい、いやでもたまにこういうチーム戦面白いですよね、うん、そうだね。めっちゃ俺ほんまこれ流行ればいいのにってめっちゃ思うんですけどね、うんうん、でこの前そのライオンズカップって言って、はいはいはい、そのコンペあったんですけど、うん、でちょうど8人芸人おったんで、うん、4対4でそのゴルフ場側に許可もらって、うんうん、4人と4人 の, そのベストボールのスクランブル戦を同じホールでやったんですよ、ほんならやっぱ火くれるって言って、あの6ホールしかできませんでした。そうなるよ、はい、昼からやったんで、はい、サスペンデッドですって言われて 2-2-2 で6ホールだけやったんですけど、面白かったです。はい、やっぱあのバーデーバーデーバーデーやって、バーデーおじさんの言い方しようバーディーをやっぱ誰かが入れるんで、はい、で全然上手くない人も活躍するし、うん、上手い人はもちろん活躍するし、うん、でもやっぱアマチュアだとね、はい、こうチーム戦ぐらいがスコアもここどこ出るから楽しめるよね。そうなんですよ。しかもその、イーグルも出まして、あすごい、はい、なのでパー5で2オンさせて、うん、でイーグルパットは全然ゴルフ上手くないやつが決める、うん、決めたという、はい、あ、くる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 、うわーみたいな。それは盛り上がる、はい、みんな盛り上がってたまにやると楽しい、うん、はい、さあ、いいとこいいとこいいとこですよ。よしよし、頼む。あ、距離もまあまあ150、ね、いい感じですね。よしよし、よっしゃ。もうこれワンピン内に入れるしかないね。え、ワンピンじゃなくてももうバーディーパット打ちましょう。したいね。はい、まずは15入ってピンまで150です。
150、はい、フォロー。面白い。もうフォロー、はい、フォロー。キングでいきます。はい、いけ、帰ってこい、帰ってこい、戻れ。まあ、右ぐらいかな。うわじゃん、どんまい、どんまい、どんまい。よし、8番です。ちょっと届かしたいな。いやすいません、逆球で、はい。うわ遠い。バーディーパット打てるよ。バーディーパット打てますよ。よし頑張りましょう。頑張ろう。はい。全力で。全力で入れましょう。ああ貴重。また、はい。これはもう勝負です。そうだね。はい。よし打つ。でも遠藤さんとツーアンダーすごいね。すごいっすね、はい、いやもうほんましびれました、本当に。まあでもパー5は割と、うん、バーディー取れてたかな、はい、で1個ボギーも出たかな。なるほど、はい、だからそうっすね。もうでも多分こんなに長くなかったです。そっか、はい、350ぐらいのところが、あ、そんぐらいちょこちょこあったんで、はい、そうするとチャンス出てくるね。そうなんですよ、はい、まあ、結構400近いの多いからね。ですよね、はい、うわレトランさんのやつもの方が近いから。なんちゃんでもこれでっからな。そうなんですよね、ちょっと距離見てどっちにしましょう。はい、どっちかな、どっちかなのはどっちかなんですけど。これ言うなんて俺下りの方が意外と届くんちゃうかという思いがね、うん、ああなるほど、ね、はい、上りはもうしっかり打たなダメだじゃないですか、うん、でも下りの方が乗ってくれちゃえばね。そうなんですよ、はい、うわ同じぐらい。うわどうしますこれ、あのフックラインか、はい、フックラインかスライスか。うわ距離はでもどっちかな。でもやっぱこっちがいいね。こっちの方が近いかな、うん、出だしでちょっと食われるのも嫌だし。そうですね、うん、拾っちゃってください。はい。これ入ったらすごい。後半下ってくるから、はい、まあ、ボール吹きますね。はい、そのぐらい、はい、はい、3、40センチぐらい、はい、カップ3つか4つ、どっちから打ちます。んレッドさんから打ちます。どっちでもいいよ、レッドさんから言ってください。じゃあ見せましょう。はい、お願いします。で、俺バチコン決めます。この辺つってました。この辺ですね。この辺ね、それしか切れないんだ。このもん。結構読むね。うん、そこからちょっとトロトロ。あ、ここら辺から、うん、トロトロ来るらしいです、うんうん。こう。ちょっと出過ぎ。うーん、でも距離は完璧です。はい、出過ぎた ね, ね、ちょっとやっぱ出過ぎたか。よし、いきます。
はい。でもナイスタッチだ。いいんじゃない、いいんじゃない、強いか、うわーすいません、いや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 ー強い、これナイストライ、どっちもムズいっすか、どっちもそうだねこっちの方が近いっすね、近い方にしましょう、はい、よし、ちょっとこれ言われるかちょっと前出てる、そうそう前出てるって言われる、ありがとうございます、いやー悔しい、まあ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 ね、でもこもう前半だけで終わりましょう、うん、はい、まあ、耐えましたよ、そうですそうです、はい、耐えたと思います、耐えたワンオーバーだもんね、そうそうそうです、はい、ありがとうございました、はい、というわけでございまして、うん、結果、はい、ワンオーバーです、ワンオーバー、これがでも、うん、ここのゴルフ場だからな気がします、あそう、はい、いける、こんな、だってセカンド200ヤード残しが何ホールかありましたもんねあったね、はい、いやちょっと風も強かったから、そう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 、アゲンストで長いホールとかだと結構残っちゃったね、これはいけると思います俺、全然、あそう、はい、手応え感じた、感じました、だって距離出ますから、うん、距離出てんのに200残るっていうことはちょっとまあ辛かったっすけど、そうね、全然いいと思います、うん、ドライバー良かったですもんね、ドライバーちょこちょこ復調の兆しありっていうかですよね、うん、飛んでたし、はい、そうなんですよ、ということでやりましょう、うん、そうですね、本番行きましょう、これ本番の模様もちゃんと、はい、そうです、撮れるんでね、撮れます、裾野は撮れます、ただ川名が全く分かりませんので、あ決勝はね、はい、でも僕はもうめっちゃ土下座します頼むよ、ね、お願いしますって言いますんで、なるほど、はい、ということで、ね、決勝までまず行きましょう、そうだね、予選通りましょう、まあ、本番に俺は、はい、バーディーは本番に取っといたんでね、そうしましょう、ね、そういうことでございますよ皆さん、楽しみにしてください、見ててくださいよ、うん、はい、というわけでその模様はですね、はい、またこちらの、ゴルパイとレッドライスゴルフで、はい、アップしますんで、はい、見ていただければと思います、よろしくお願いします、どうもありがとうございました、ありがとうございました。